こんにちは、こまちです。今日はじゃん、最強の縄文型ビジネスという、本についてちょっと徹底解説したいと思います。縄文をテーマにですねやってきて、なんか縄文ってふわふわしてスピリチュアルで現実的な話じゃないよねみたいな風に言われてしまうことが多くて、でもちろんスピリチュアルも大事なんだけど、このねビジネス書で縄文っていうのが出たというのが私も超嬉しくて、谷中修吾さんということが書かれてます。最強の縄文型ビジネス、もし縄文と弥生の村が株式会社だったらこれからの時代を生き抜くルールを分析という、これ私普段ビジネス書とかそんな読まないですけど、そういうビジネスとか興味ある方もぜひ縄文をこの機会に、縄文の考え方をですね感じてもらえればなと思います。ということで、まずここに図を用意してみました。早速内容のねちょっと徹底解説なので、この縄文型ビジネスの中では弥生型ビジネスというのと縄文型ビジネスのこの対比で語られております。で、まあ縄文と弥生って弥生から稲作が始まったので、すごい比較して語られることが多いんですね。で、縄文の時は自然の中からその日食べる分だけ命をいただいて自然と共存する生き方であったことに対し、弥生からですね備蓄すること、食べておくこととか計画的に貯蓄したり生産していくっていうスタイルが始まったっていうふうに言われてるので、現代に通じる、ビジネスモデルみたいのが始まっているっていうふうには言われてます。で、これ一個一個縄文と弥生でこの対比してるのをちょっと説明していきたいんですけど、まずビジネス原理です。まあ弥生の方はまあ計画的ですよね。1年間の年間計画を立てて、これぐらいの成績を出してこれぐらいのところに持っていこうみたいな計画に向けて、みんなでよしレッツゴーって言って走っていくビジネス原理で、縄文の方はこれ直感的っていうんですけれども、やっぱ縄文時代ね狩りが中心ですので、やっぱ感覚で掴んでその時その時に合わせて動いていかないと狩りってできないんですよね。なのですごく直感的にこの現代のビジネスもやっぱり日々昔のようにこれだけやればこれだけ成果が上がるっていう今時代でもなくて、毎日毎日この SNS とかね、やっぱりインターネットが広がったおかげで日々このビジネスの形態が変わってると。なのでその日その日でちゃんと直感的に動いていかないと計画通りにいかないですよみたいな、そういう時代になってますよっていうことです。それから2つ目が、まあ、他社って書いてますけど、他の会社とどういう関係性を取っていくかっていうところで、弥生型の方はですね競争的です。他のところよりうちがいいですよ、他とは違ってうちがすごいですよっていうのはどん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 出していって、他と戦って生き抜いてビジネスの結果を出していくっていうのが弥生型。ただですね縄文型っていうのは協調的、一緒に協力して他の会社ともやっていきましょうよっていうことです。で、これがなんで今大事かっていうと、昔は競争してってもこの人が勝った、この人が2番3番でもそれなりにこう潤ってたので良かったんですけれども、今それをやっちゃうとどん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 もうお互いを潰し合って殺し合ってっちゃって、そのマーケット自体が縮小してしまうというね感じになってきてるよと。なのでもうその競合他社がですねお互い協力し合って協調的に一緒にビジネスをやっていこうってやって、それで裾野をどんどん広げていかないといけない時代ですよっていうことをおっしゃってます。そして3番目が業務っていうんですけど、これはまあ日々のね仕事の業務をどういうふうにやっていくかっていうので、弥生型の方はコンプライアンス、これはこれに従ってやりましょうとか規律とかですね基準とかまあそういう流れを一つ作って、でもうこれですよって決めたらただこなしていこうっていう感じの考え方です。で、対する縄文型の方はもうフリーダム、最高ですね、言葉がフリーダムです、自由です。もう自由っていうのはやっぱりこの決められたことをねコツコツこなしてても
結局思考停止していくんですよね、人間って。これやっとけばいいやつって、でそれの繰り返しになってっちゃうと、それで全然何も面白いことが起きない。ただこのフリーダムで、常に何やってもいいよ、自分の責任で好きなようにやってごらんってなると、あ、人間はじゃあ今日はこうしてみようかなとか、どん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 クリエイティブにやりたいことが出てきますよね。そういう風に、ビジネスも進めていった方がいいと言っております。そして最後に商談、これはまあ、営業とかね、これから、ビジネスをするにあたってのこのお話を、する際にどういう考え方でやったらいいかっていうので、まあ、従来の弥生型の方はこの期待がベースであったと。で、期待っていうのは、これぐらいの生産、コストをかけたらこれぐらいのリターンが来るであろうっていう、こう予測をまずして、そこに向けて商談をしていくとなると、最初に商談をしている時点でこれぐらいの見返りをくれるよねとか、これぐらいの、リターン来るよねっていう風な期待のもとにやってるので、それが来なかった時、リターンが得られなかった時に、例えばなんとかリターンを作ろうと思って無理やり人を働かせたり、ちょっといけない汚職的なねことをしてしまったりとか、そこに、利益の方に辻褄を合わせようとしてどん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 歪んでいくというふうに書かれておりました。で、縄文型の方はですね、感謝をベースにしていると。なので最初からこの利益をこれぐらい生むためにこの人と付き合おうじゃなくて、まずその人と出会ったこのご縁にね、精一杯相手と向き合った結果、ご縁がつながってどんどん仕事が増えていくよっていうやり方が縄文式だっていうふうに、谷中さんはおっしゃってます。で、これすごい面白くて、私は特にビジネスをねちゃんと社会で経験してるわけじゃないんですけど、これをすごく思ったのは、私がメジャーのレーベルに所属してアーティスト活動をしている時ですね、まあ、本当に自分が縄文気質なので多分弥生のやり方に合わなかったんだなってこれ読んで思ったんですけど、メジャーのレーベルの CD の作り方はまさにこれです。いついつまでにどういう音楽を作って何枚ぐらい売れるようにとか、どれぐらい配信されるようにしましょうとかっていうのをまず考えて、そのためにはじゃあ誰々とコラボレーションしましょうとか、こういうテーマの曲を作りましょうっていう風に制作を進めていかざるを得ない感じでした。なんかそういうのが合わなくて、私はこうメジャー2年でね、もう最初の契約2年でも離れましたので、やっぱ縄文型だったんだなと改めて思いましたね。で、どうしたらこの弥生型のビジネスから縄文型のビジネスに変えていけるのかっていうのを、この最強の縄文型ビジネス、この本でね説明してくださってるんですよ。1個目が、まあ、事業計画を手放すっていうので、まあ、ここですよね。計画的な事業から直感的な事業にどうやって変えていったらいいのかっていうことをまず書いてもらってます。計画を立てるのではなくビジネスモデルを描く。今のこの現代ではこう計画したところでどん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 これ現状が変わりまくってる今だから、事業計画をアップデートしないと妥当性のない目標に向かって労力を割くことになりかねませんと書いてあるわけです。だからこの縄文的な方に移行しようと言っておっしゃってるんですが、ただ事業計画は手放してもしっかりビジネスモデルを描いていかないといけないというふうにおっしゃってますね。やっぱり利益を生み出す根本的な仕組みのビジネスモデルは知っておかないと、ただ直感的に動いてもダメだよっていうふうにおっしゃってくれてるんですね。もちろんここは本の方をちゃんとね買って読んでほしいので、別に私この谷中さんと直接お友達でもないし回し者でもないんですけど、せっかくご紹介させていただいているので、ぜひ中身をね気になる方は買ってですね読んでもらいたいと思います。すごい具体的に彼がやってきたいろんな事業に関することとかいろいろ書かれているので、読んでみると面白いと思います。で、もう一つここで書かれているのが、私これすごい自分にとっても大きな話なんで二重線めっちゃ引いちゃったんですけど、個人事業主についても書かれてて、個人事業主はですね、これからはですね複数の本業を持つ、副業を持っているということが大事になってくると。
で多種多様な専門技能を持っていると、こう市場環境が変化したとしても何かしらの需要にはマッチすると、あの多種多様な専門技能がですね、相乗効果を生み出して、あのさらに面白いことができたりとか、もっと直感的に動いてビジネスに結びつけられるっていう風に書いてあって、あ、これまさに私、あのシンガーラッパーホロスコープ鑑定士もやってて、縄文の活動をしてたりとか、そういったいろんなあの側面を持っていることで、あのそれぞれがそれぞれになんか面白いつながりをどんどん作っていって、あのどん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 新しい仕事が生み出せるようになるよみたいなことを書いてくださってて、あのすごい私が今やろうとしていることにめちゃくちゃマッチしてたので、あ、嬉しいみたいな、はい、思っちゃいました。これ見てる方も、あのこの仕事一本で行こうって決めなくても、この仕事とこの仕事をあの両輪でやってたら、なんかこっちの仕事がこっちの仕事にいい感じになっていったとか、そういう風になんかどんどん面白いことになっていくこともあるので、あのそういう考え方もすごい縄文っぽくていいんじゃないかなと思いました。はい、ということでお話ししてきました最強の縄文型ビジネスなんですけども、これ一番最後にすごいあの素敵なこと書かれてて、まあ、弥生を完全に否定して縄文に行くんじゃなくて、こっちの良さも残しつつ、この縄文型と一緒にあのバランスをとってやっていくのがあの一番いいっていう風にこう締められてて、あの私も本当にその通りだと思ってて、あの今までのやり方もあの否定するのではなく、この縄文 の感じをね、ちょっとエッセンスとしてあの注いでいくっていうのが、私も、まあ、縄文をしてるけれども、こう弥生時代以降否定してるわけではないので、あの縄文的なことをちょっと思い出していこうよみたいな、このバランスを取り戻そうよみたいなところであのやってますので、すごいそういった最後の締め方もこれ素晴らしい本だなと思いました。勝手にご紹介させてあのいただきましたが、谷中さん、あの本当リスペクト、最強の縄文ビジネス、みんなも読んでください。ということで今日もありがとう。